岩手観光バスは、かつて、岩手県森岡市に拠点を置いていた、貸切バス専業のバス事業者。1968年、岩手中央バスの経営再建のため、業績の良い貸切バス部門を独立させる形で、設立されたのが始まりで、東北地方では、初の貸切専業バス事業者ともなった。設立時は有限会社であったが、 1969年2月には、増資の上株式会社に組織変更された。1970年には、岩手中央バスと共に、国際工業の参加に入った。岩手中央バスはその後の合併を前提に、負債をなくすために設立した岩手工業との間で、事業移管を行い、国際工業グループからは、外れているが、岩手観光バスはそのまま、 国際工業グループに残った。1975年には、日本国有鉄道森岡鉄道管理局、森岡駅長や森岡市関係者より要請を受け、定期観光バスの運行を開始した。森岡市を拠点とする定期観光バスの運行は、岩手中央バスによる運行が、労働葬儀などの事情で1971年に廃止されて、以来、4年ぶりのことであった。 当初は、岩手観光バスの会員制主催旅行という形態で、日曜日宿日のみの運行であった。その後、1982年に、東北新幹線が開通するのに合わせて、コース設定を3種類に増強した。1984年には、乗り合い路線免許を取得し、正式な定期観光バスとなった。1985年からは、定期観光バスのガイドは、 森岡地区の民族衣装である南部姉っ子姿で乗務するようになり、これは岩手県交通に合併後も継続されている。もともと岩手県交通では森岡地区の貸切バスの台数が少ないため森岡地区での国際工業グループ観光バスの用としての役割を担ってきたが国際工業グループ内において効率的な貸切バス運営を行う目的で2000年に 岩手県交通に九州合併されることになった。定期観光バスの運行も岩手県交通に引き継がれている。合併直後は、旧岩手観光バスの営業所を、岩手県交通新滝沢営業所と称して、既存の滝沢営業所と区別していたが、後に森岡地区の貸切車両を、矢幡営業所に集約し、空いた新滝沢営業所の敷地に、 滝沢営業所が移転している。そのため現在の滝沢営業所には、滝沢村より受託する契約貸切用の車両を、除き貸切車者は所属していない。発足当初は、三菱、日野製の車両が多く、会社設立に際して15台投入した新車も、三菱 MAR470 セミデッカーであったが、1970年に、 国際工業の参加に入った後は、椅子図車の比率が次第に高まり、1994年の時点ではすべて椅子図車に統一されていた。1980年に国際工業化仕切り色に統一されている。新車導入のみならず、他社からの譲り受け車もあり、車両の入れ替わりは多く、小型車の中にはレンタカー会社から購入した車両もあった。 AB バスジャパンハンドブックシリーズ19岩手健康通岩手観光バス P24 鈴木文彦岩手のバス今昔 P101 ありがとうございます